あの雲が張本人。のぼのつけたぬか漬け、今回も持ってきました。お外を見ながらサワーでぬか漬け、いいな。別荘に来たみたいね。空いてる方が涼しいね。今回のお泊まり GoTo トラベルとフーさんのじゃらんのポイントを合わせて素泊まりで2泊なんと6000円台です。1泊3000円相当になるのでキャンプ場より安いです。食べ物をいろいろ持ってその環境でできる食事をすることになりました。コロナが心配なのでお外かお部屋かお風呂か、そういう作戦です。あ、前から涼しい風が来る。奥日光空気いいです。今夜は片品のトマトとコールスロー、そしてお豆腐、そして煮込みうどんをいただきます。部屋で牡蠣は使いません。片品のトマトは高級な味がします。フーさん酔いすぎ注意、ノンアルでゆず酒。冷蔵庫の陰でキンキンです。フーさんどうぞ。ありがとうございます。のど越し生。大きい泡だらけになっちゃった。乾杯。美味しいです。フーさんがお家で作ってくれたコールスローサラダとややこです。素敵なお外を見ながら夕食の始まりです。今夜は部屋食煮込みうどんです。美味しいじゃない。もうバッチリ。あのつゆも美味しいんだね。コールスローサラダ、片品のトマトです。オール遺産層部屋食ナイスです。今日から2泊楽しむぞ。朝食は雑炊とヨーグルトです。奥日光の朝です。今日は午後から天気が悪そうなので早起きして活動です。今朝の5時、切り込み粉、刈り込み粉に行くぞ。気温は18度、今朝のホテル前です。登山口まで車で行きます。8月24日月曜日朝の6時25分、今日は刈り込み湖 2.2 キロ、今ここにいます。ぐるっと回ってまずはここ、時間があったら先まで行って戻ってこようかと思っています。